トでな。だの、ソフトで、できないか？ということで、動画ソフトで割り切った作り方を説明します。事前準備として、ディズニー風、オープニングを、作ってみよう、の動画から、テンプレートファイルの、ダウンロードと、ブレンダーで、オリジナルのタイトル作成まで、実施しておいてくださいね。説明欄にリンク先を記載しています。今回、説明に使う動画ソフトは、パワーディレクター12です。動画に、画像を重ねる、マスクをかける、トランジションでフェードインアウト、といった、ごく、一般的な機能しか使いませんので、同機能があるソフトなら、同じ考え方でできると、思いますよ。では、ご覧ください。元のファイルが重たいので、軽いサイズに変換します。変換した方のファイルを使います。ディズニーの文字が、フェードインする位置から、オリジナルタイトル画像を置きます。オリジナルタイトル画像を、動画の最後まで表示するようにします。オリジナルタイトル画像に、トランジションの、フェードインとフェードアウトを設定します。なんとなく、それらしくできてきましたでしょう。ディズニーの文字と同じように、オリジナルタイトルの位置や大きさを合わせます。元の動画トラックとオリジナルタイトルトラックの間にトラックを追加します。23秒25あたりを表示させます。この静止状態でスナップショットを撮ります。
このスナップショット画像を、この位置に配置します。そして、動画最後まで表示させるようにします。このスナップショットをマスクとして利用します。ディズニーの文字が表示されないように、大きさを調整していきます。この時は、オリジナルタイトル画像を、非表示にしておいた方が、合わせやすいでしょう。今の状態で確認してみましょう。なかなかいい感じでできましたでしょ？あとは、お好みでトランジションなどを調整されたら完成となりますね。完成したら、ファイル出力して終了ですね。最後に、動画ソフトで割り切った作り方で、今回の説明で出力した動画をご覧ください。